中国の国会にあたる全人代の常務委員会は不動産バブルを一層抑えるため不動産税の試験導入を決めました。国営の新華社によりますと、全人代常務委員会は昨日、日本の固定資産税にあたる不動産税を一部の都市で5年間試験導入することを決定しました。習近平指導部は、住宅は住むためのもので、投機のためのものではないとしていて、高騰するマンション市場を引き締める狙いがあるとみられます。一方で、不動産大手恒大集団が経営危機に陥っている中、今後経済へのマイナスの影響が広がる懸念もあります。また常務委員会では子育てへの親の責任を定めた家庭教育促進法も可決しました。家庭で共産党や社会主義を愛する教育を求め、未成年者が不良行為をした場合は親も処分を受けるなどと定めています。